じゃあ次どっちにしますか。まあ、俺は大体わかってる。あれだろ、先発とセーブ、10勝10セーブやろ。じゃあ何もんが謎だよ、分かる。じゃあこれちょっと置いとこうよ。じゃあマッスルからいこう。ズバン、ほら、あーはい、もう分かりやすい、分かるわ、まあまあ、でしょうね、うん、俺はすごいとは思わない、うん、だマッスル10勝ってもう普通のイメージあるし、10勝ではない。俺からしたらやっぱここが40セーブとかやったら、そりゃすごいわ、すごい、うん、そりゃすごい。でもマッスルの中でもさ、でも褒め合わなかったんだよな、これ10勝で先発で7勝。いやでも確かに先発で7勝、7勝、何がすごいかって言ったら、そう、ね、そう、後半に何連勝したあれ、先発で6連勝をして、マサルさんの1イニング投げたのがあるから、まあでもほぼ7連勝でしょ。監督よくインタビュー言ったらさ、クローザーを先発できる案があるらしいよね。確かに能力は高いと思うんやけど、そこじゃない部分もあんじゃん、やってる身分からしたら大変さじゃん。それをさ、しかも調整が1ヶ月でここまでさせるっていうのはポテンシャルが高いよね、ほんと。ほんとにちょうだいちょうだい。だけどだよ、10セーブっていうのが許せない。いや、そりゃそうだね、そうですよ。ここもね、やっぱ40セーブでうん、行ってほしかったなっていうね。もう今年がクローザー戻るっていうあれで、40やっぱりね、行ってほしいよね、一回取りたいね。マッス的にはどうなの、自分の中で。そのやっぱクローザーとしての自分がいて、なんていうかな、10セーブしかできなかった。で、先発行ったけど結果は一応出した。これに対してなんていうの、素直な気持ちはどうだったの。素直な気持ちはやっぱり悔しい方が大きいかな。あ、大きいんだ。大きい大きい、やっぱりあそこまでで10セーブしかできてなかったっていうのが。そうだね、あれだけ、うん、何月じゃ、6月か、交流戦やもんね。ってことはやっぱり2ヶ月ちょっとで10セーブしかできてないっていうのは、そうだよね、クローザーとしてはやっぱり結果としてはダメだったもんね。そうね。あー、なるほど。そう、ギリだもんね、10だけたって言われるけど、そうだね、10セーブってね、ただ10だけ見ると、先発やってた人が最後何1ヶ月ぐらい優勝争いでクローザーやりましたんで10セーブ取りましたとは違うもんね。なるほどね。まあ悔しい方が大きいか。でも、まあ、先発であそこまでできたっていうのは、なんか今後に繋がるかなっていうのはあるね。あれは引き出し増えるでしょ、ね、そうだね。ね、あのただ単にやっぱりリリーフって力任せの部分もあんじゃん。あるね、あったね、うん、それがこう、俺もそう、手術して全然まっすぐいかなくてさ、外すらを多投してとかさ、やっぱ引き出しが増えるじゃん。増えたね、そうだね。ね、ほんまに何がすごいかったら、ほんまに噛みってた、うん、あのね、後ろ、分かると思うけど計算しやすかったもんね、あの後ろの立場として。やっぱ先発、まっすぐやったらこれぐらい、まあ、最低限これぐらいはいくやろうとかさ、これぐらいの失点数でこっちに回ってくるやろうなっていう計算がしやすかったよね、安定してるから。バタバタしなかった。うん、そういう点か、全然しなかった。先発でもいいんじゃない今年。やっぱりクローザーで、まあ、そうだね、もう一回ちょっとクローザーで結果出したら、ね、まあ、こういうね、2桁っていうのが、すごいすごい、ポテンシャルだから。うん、なんかどっちかというと自分の場合は積み重ねでいきたいな。こっちはもうポテンシャル。じゃあ足りるのは何なのかっていう気になってくるね。気になるよね、これ。何やろ、足りるのはすごかったということでしょ。何もなんかすごかったこと、今なんかある